石間町一丁目付近から北方向を見る岡山市道泉町青江線は岡山県岡山市北区泉町から岡山市北区青江一丁目へ至る市道である岡山市中心部の西側外苑を南北に貫通する幹線道路であり西部市街地における主要幹線道路でもあるまた岡山市中心部へ放射線上に流入する国道30号や 国道53号、国道180号といったほとんどの放射道路同士を連絡し、終点は岡山市南部郊外を東西に横断する国道2号線、岡山バイパスとも近接しているなど、広域移動軸から市内への流入路としての機能もある。当線中にある島立家道は台風などによる豪雨等の際にたびたび冠水する。そのため、 国土交通省中国地方整備局により道路冠水の恐れのある箇所に指定されている。起点の津島交差点から厚生町交差点までの約 2.8km の区間は島田筋の愛称が付けられている。当線の建設過程において多くの部分は土地区画整理事業に伴って整備されている。そのため当たり線は上い福第一、湯合第二、島田第一。 大友第二、大友周辺、大本駅前第一高区、東小松南町、港南といった多くの区画整理事業の施行用地の中を通過している。2005年に大友本町部分が暫定供用したことによって全線開通となり、2009年には同部分が全面供用して観光となった。東市道は全線が都市計画道路に指定されており、指定名は 青越しません。全線を通した平均交通量は26,121台。当線中最大の交通量があるのは JR 山陽本線をアンダーパスする島立家道で1日あたり35,824台。この付近は山陽本線の軌道だけでなく広大な貨物ヤードを有する岡山貨物ターミナル駅や山陽新幹線の 車両検査所などの JR 関連施設が広い面積を占めているため市街地が南北に分断されている区間であり南北方向に抜けられる限られた道路に多くの交通が集中する当選もその限られた道路の一つであるため混雑度は最大の1.24号に達するなどここは当選中で最も混雑している区間でもあるその他平均旅行速度は 北区戸田で交差する市道中の132号線を境に大きく変わるが、北行きの流れがここより北側で遅く、南側で速くなるのに対し、南行きの流れは、その逆で北側よりも南側が若干遅くなっている。当線中最大の交通量、混雑度にある島田地下道でも、北行きと違い南行きは当線で最も流れが速い区間である。ありがとうございます。